山岡影友は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。豊臣秀吉の乙義衆。江戸時代初期の大名で、日立国小渡里藩の初代藩主。後年、再び定発して、道網と合したため、山岡道網の名でも知られる。天文九年、六角四家臣の世田城主、山岡慶野の四、男として誕生した。署名は、慶州。 甲賀を羊とする一族の出身である。両内にあった三井寺工場院の従事となり、明喜びと申した。室町幕府の方向衆と親しく、万所大の荷川親町とも信仰があった。十五代将軍、足利義明により、幕臣に取り立てられ、野祖通信では、将軍の長身との記述がある。元気二年、三淵藤秀と共に、 大和国の筒井純慶の救援に出陣し、松永久秀と戦った。元気3年5月8日、義明により、上山城の守護に部任された。将軍の守護部任権行使の一例だが、どの程度の実質的な権限を伴っていたかは不明。元気4年、信長と義明の戦いが始まって信長法移毛が敷かれると、他の兄弟が小田四方につく中。 アキラ喜びは義明に従った。同年2月、磯谷球児、渡辺正と大見国今、片田石山に兵を入れ、アキラ喜び自らは、石山城に立てこもって交戦した。しかし、同月26日に、小高神の柴田勝家に攻められ、小高田についた兄、影高の説得を受けて、降伏、解除した。ヨシ追放も現続して、 山岡八郎左衛門の城系ともと称し、信長に仕えた。小田家主幹後はニーラと共に、佐久間信盛の寄り気となったと考えられており、信盛追放後に、高野山へ信盛を訪ねている記録が残る。天正10年6月、本能寺の変で、信長が王妃すると、兄、影高と共に行動し、明智光秀の幸友を拒絶。雷伝の橋を落とし、 裏々の川船を隠して、その軍の大見進撃を妨害した。その後、ニーラと勝家に組みし、静ヶ岳の戦いの後、橋場秀吉により、影高が改役されたため、慶友も失業した。天正十二年の小牧、長久手の戦いでは、織田信岡田に属して、佐久間信英に従って、秀吉方の伊勢国宝城を攻めた。 しかし、ほどなく天下人に対等した、秀吉の家臣となって、所領を安堵され、後に、乙義衆にも加えられた。再び偵発して、道網と合した。なお、領地の関係で、大津城主の京国工事と親しかった。慶長三年の秀吉の死で、微物金五枚を配領。以後は、黒田長政らを通じて、徳川家康に接近し、たびたび、その使者として活動。 慶長4年3月、家康の使いとして病床にあった、前田利家を訪問するために、大阪に行き、東道高虎宅に居候して、家康法書省との連絡役を務めた。12月8日には、家康の茨城法要に故障した。慶長5年、7月の家康の合図遠征に同行。機内に行った弟、影光には、石田光成が挙兵した場合には、 伏見城の牢城に加わるように指示した。開戦すると、道網は、先立って伊勢に下校し、福島高晴の軍に加わって、伊勢長島城の守備に参加した。関ヶ原の戦いの本戦で東軍が勝利したと知ると、伊勢長島より関ヶ原に向かうが、途中で、長塚正江の軍勢に遭遇。追撃する、東軍諸将の軍勢に加わってこれと戦い。 正家が逃げ込んだ大海港口城の攻略でも、功績があった。さらに伊勢桑名城攻略を進言し、久喜森高、池田長幸、寺沢正重とこれを攻めた。桑名城では、宇治家幸広、京、ママ兄弟、寺西直次らが牢城したが、東軍が迫ると投降した。神戸城の滝川武重、亀山城の岡本宗則は、逃亡、投降したので、 領城を接収した。また、水口城の落城の際にマサイエの弟、玄春を捕虜にしたが、玄春は、西軍の伏見城行為の際に、黄河の死の祭祀を貼り付けにしていたので、大津で拝越した家康の許可を得て、これを切った。家康は、大海国内で九千国と伏見城落城で、内地にした黄河の死の子孫十鬼百卒からなる豪学民を、道網に与えた。 同年10月、尾野義皇后の籠もる福知山城皇位に派遣され、幸福会場して、城下の浄土寺に蓄居していた、皇居を自害させた。この功績により、家康より、片月の茶入れを賜り、伏見城の新宮門と邸宅を与えられた。また、鷹野山に籠もった京国工寺の下山説得にも尽力した。慶長8年、伏見邸宅に、家康が訪れた時、 義光の担当を授けられた。同年10月3日、火蔵され、日立港あたり1万国の大名となったが、12月20日に死去。去年64、向こう用紙の警防がまだ幼かったので後を告げず、無継ぐ女風となり、藩は改役となった。後は追い、経緯が養子となって継いだ。ありがとうございます。